まあ日本人も優しいけど、なんだろう、温かさというか包容力っていうか、なんか面倒見がいいっていうんですかね、なんか言葉が難しいですけど、はいはいはい、でもどういう時に面倒見がいいとか感じますか？大家さんとか、うん、おばあちゃんとかも、まあ、正直留学生だから、まあ、ほっといても、まあ、自分も成人してますしいいと思うんですけど、もうなんかご飯ちゃんと食べたのとか、これ食べなさいとか、うん、ちょっと悲しい、悲しいというか、ちょっとシュンとしてたら何があったのとかすごい聞いてくれるし、夜遅いと出かけちゃダメみたいな、うん、連れてかれるあ、おばあちゃんが大家さんとかがすごい家族のように接してくれるところとかですかね。普通に学生とかでも、なんだろう、日本の人との距離、日本人同士の距離感とちょっと違いますよね。距離近いし、なんだろう、本当に面倒見がいいなって。ああ、なるほど、なるほど。すごい、何教えてって言ったら、すごい量のこうなんか知識をくれるじゃないけど。そういうところです。そうですね。なんかそういう相談すると、すごい親身になって話聞いてますよね。でもその日本人も多分そのももこさんぐらい若い女の子同士だと、なんか相談した時に結構熱心に聞いてくれると思うんですけど、それと比べてもなんかやっぱり違うんですか、面倒見の良さ。どうなんですかね、なんだろう、ベトナム人の方がすごいいい意味で純粋というか、なんですかね、まっすぐに聞いてくれるみたいな思って、うん、日本人の学生だと、なんだろう、なんて言えばいいんですかね、純粋さがないというか、まあ、まっすぐ向き合ってくれてるけど、難しいな、その言葉があれですかね、やっぱ言葉が足りないからこそ、伝えようっていう気持ちがすごい伝わってくるからですかね。難しい、すいません。いやでも、なんとなく言わんとしてることは分かって、なんかもう 目が、これ言うと日本人に怒られちゃうかもしれないですけど、なんか目がキラキラしてる気がするんですよ。キラキラというか純粋、本当に、で、な気がしますね。なんか本当にいい人なんだなって心から分かるというか。そのなんか見返りを求めてしてくれるんじゃなくて、本当に親切みたいなところないですか？いや、それですね。その見返りみたいなところをちら、全くちらつかないっていうところ、そうなんですよ。だから手伝ってもらってカモンとかって言ったりすると、いや、なんでありがとうって言うのって、なんか距離感じるそのありがとうは言わなくていいよとかって言われたこと、その手伝うのが当たり前だから、あえてそのありがとうなんていうのは別に口に出して言わなくてもいいんじゃない、アドバイスされてなるほど思いましたね。確かにそれすごい言われましたね、私。はい、言われました。なんかありがとうって言わないでとか、なんか私すぐごめんなさいみたいに言っちゃうんですけど、なんで謝るの、なんかなんでなんでみたいなあ、なるほどね。やっぱり癖ですよね、日本人はありがとうとごめんなさい本当にたくさん、で、ベトナム人の友達はたくさんできたんですか？はい、そうですね、ベトナム人の友達は行きました、なんか交流会、日本人の学生と日本語を勉強しているベトナム人の学生の交流会も定期的にありましたし、なんかそういうのが今でもオンラインで行われてたりとか、あと自分の個人的にメッセンジャーしたりとか、インスタで話したりとかしてます。なんか若くてベトナム語を話せる日本人の女の子ってそんなにベトナムにいないし、ももこさん顔がすごいモテたんじゃないですか、ベトナム人。モテない。ああ、いや、全然全然全然。全然。ちょっと。なんかそうですね、どうなんですかね、なんか気が、気が多いかな。
気が多い。それどういうこと？何て言うんだろう。難しいですけど、まあ、ベトナム人の男性はやっぱ日本人の男性より、すごいレディーファースト。まあ、めちゃくちゃ。はいはい。ですよね。だから、なんか、ちょっとしたことでも、あれみたいな、なんかこんなことするって もしかしてみたいな思うことはあるけど、それが普通なのかなみたいな。あ、どうなんですかね。いや、でも好きじゃない人にはやらないから、どうなの？あとはあれですかね、なんかその日本人の女の子っていうそのイメージがすごい、ちょっといいっていうか、なんか日本人って、いいよねみたいな本人っていいよねみたいなのがあるのかな。あ、なるほどなるほど。あるのかな。なんか日本人の女の人は優しいみたいな、うん、全然そんなことないのに、うん、男性はないと思う。そんなのさ、別に優しくない。いや、なんかそうです。結構、いやでもなんかその自分がそう見てると、自分がベトナム人の男性見てると、なんかこう道路歩いてて車側じゃない方ね、奥にそのちょっとしてあげたりとか、なんかご飯食べ行ったら絶対おごるとか、あと連絡もあれですよね、その今何してるのとか、そのアインダンランズイとか、私だったらいやもうめんどくさいなって思うんですけど、もうニコニコして絶対出て、今なんか仕事してるよとか、今休憩とか、もう寝たとか、すごい連絡を取り合うイメージがありますね。なんか紳士ですよね、本当に。レディーファーストというか、うん、思いますね、すごい。うん、じゃあ日本人よりすっごくマメ。マメですよね、うん、だからそれ見て勝てないなと思いましたね。いや自分はこんなにマメにはできないなと思って。あ、確かに、うん、そうですよね、うん、そこは本当にすごいですよね、ベトナムの方。じゃあ日本語パートのインタビューはこの辺にして、次はちょっと、はい、2人で頑張ってベトナム語で話してみようかと思います。じゃあ日本語パートはこれで終わります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。で、ヒエムソウベトナムエムタイングイベトナムニューテナエムタイングイベトラダテンバーコイトンザディンソボイNgu y Vieta. なるほど。はい。で、Khao Hoi Tu Hai Nha. Khi em sống Nam, em gặp khó khăn như thế nào? Em có một khó khăn khi em mới sang Việt Nam. Em bị gặp điện thoại. Và nhưng khi đó, khi đó em...Vì sốt và rất buồn mà những người Việt Nam đã giúp em nên bây giờ cũng lại khỏe. Lại khỏe. Hi, bác bè. Hi, thank you. Hi, hi. すごいすごい. Hi. じゃあ次ですね. Em học tiếng Việt như thế nào? Em họctiếng Việt đi đại học, trường đại học Hà Nội. Nói chuyện với những người Việt. Những người Việt thôi à? Sono học ngữ pháp như thế nào? Học ngữ pháp. Ngữ pháp là phát âm. Phát âm là nói chuyện nhiều.Với người Việt. Nói chuyện nhiều và... Người Pháp là... Biết. Biết và... về...
北米、ザオチン。あー、ザオチン。なんか。で、エムギー、ホニャッチョンティンビアトラジ。ホニャッラファトオーナー。ルンバイ。ね、チョンティンビアファトアンラホニャッニャン。ホニャッチン、ホンノイド。ニュー。今ファッタムクワイムティーズエンゲーあてやだからングニャッングニャッパーングニャッはいで、オッケーじゃあカルホイコイクニャエムニーコンチャイベトナムテナムあーコンエムコンタイコンチャイベトナムザガーランガーランガーランガランテ、まあ、まあ、エムカムタイ、トゥ、あ、コンチャイベトナム、トゥ、トゥユーミン、モチュ。はい。エム、ダアトゥン、ディチョイ、ボイ、コンチャイベトナム、バウゾ、チュア。あ、ゾウ、ゾウ、ゾウ。ゾウ。ゾウ。Em thấy thế nào? Có vui không? Rất vui và rất cá lăng và hiền. Vui ạ. はい。では、ももこさん、今日はいろいろありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ、バイバイ。またね。